よし、やるか。今回も、夢日記ドリームダイアリーの続きをやっていこうと思います。今回でですね、最終回ということで、一応ね、やってたところもうこれ多分見回って 100% にしたいと思ってるんですよね。だからここよね、このコレクションっていうところね、これをなんとか 100% にしたいなっていうところなんですよね。まあそれができたからっつってなんか変わるかどうかわからないんですけど、まあせっかくならね、あと 18% ぐらいは見つけてしまおうかなと。ね、どうした下半身忘れてきたんか、お前どっかに。あ、そうか、この右側のこの黒い塊みたいなやつさ、これあれか、上から、多分マンションの上から飛び降りたかなんかの、あの血みたいなのを表してんのか。なるほどな。じゃああれきっかけなんかな、あれきっかけで彼女はこういう夢、でもあれも夢やもんな、あの夢をきっかけに夢の日記を書くようになったって感じかな。だいぶ埋まったよな、でもな、全部埋まってきた気がすんねんな。ただここっていうとこはわからないですけど、ここら辺埋まってるよな、多分この横か。ここら辺が埋まってないのよな。あー、ゴミ箱ちゃんの左上も埋まってないな。そこら辺が狙い目か。じゃあ、あと学校、手すり、すりおくんの右のあたりもまあなんかあるといえばありそうよね。了解。じゃあ手すり、すりおくんのあたりと、だから学校やな、学校と、さらにはこのマンション、マンションちゃうか、あれね、デパートか、そこら辺ちょっと見回ってみよう。よし、ということで、これどこやっけな、これなんて言えばいいんやろ、ゴミ箱ちゃんのとこね、ゴミ箱ちゃんのとこにやってきました。まあ、ゴミ箱ちゃんもいい日になってるけど、まあこういうとことかあったりしたよね、なんかこの笛吹いたところね、笛もらったところね、こういったところも見回って、とにかくこの世界、この世界はもうしらみつぶしにしとこうと思います。ん、なんや、あ、こんなとこにあんのか。いや、意外と取り残してるんちゃう、こんなんやったら。え、だいぶあるかもよ。まあまあ、このデパートのとこでね、幸先いいスタートというか、たぶん、あ、そうか、こういうとこにもあったか。これ3階なんですけどね、ちなみに。まあ、この、たぶんは、私はまあ、勝手にデパートって呼んでますけど、店やるから。まあ、そこの3階部分にありましたね。あれもまた見てみたいね。ん？お？ちょっと待てよ。ちょっと待って。何これ？はぁ、あ、こんなん分かりっこな、なんやねんこれ。何ここ、やっと来たわ。いや、とにかくずっと俺これ売ってたんよ。お、なんなんこれ。お、こんなとこにあると思わへんかった。え、何回来たと思うここ。あ、こっちはないの逆に。じゃあ、あ、よかった。あれちゃうか、やっぱこっちにないよな。あ、だから気づけてよかった。まあいいわ、なんかあの上行ってみよう。もうほんまに時間かかった、今の段階だと俺1時間19分お前ここおんねんで。言うたら絶対なんかあるやろ思て。これは、これ入ってみる、どこ行くの。うわ、全然知らんとこ来たやん。やっとやん、もう。え、待って、落ちたかとかないやん。あ、ん、あ、何、マネキンがいるってこと。これね、マネキン、これライトつけたら大丈夫なんですけど、何、どっち行けばいいの。これだからずっと使ってたからさ、ライト。ん、何これ、危ない。ん、あ、なんかある、アイテムある、アイテムある、アイテムある。ちょっと待って、これちゃう、ここやんな、屋上の鍵、屋上、ん、出れるぞ、屋上に続くってこと、ここ。あー、ここに出てくんのか、なるほどな。え、これ入れんの、俺入れへんねや。あ、なるほどな。そういうことか。ここも気になってたんよ、ずっと。あ、そっか。ちょっと待って。屋上の鍵っていうことで言うんやったらさ、俺ちょっと一個思い当たる節のとこがあって、ちょっとそこ一回行ってみます。ここちゃうかと思うねんけどな。これエレベーター乗って、上んとこ行ったとこのドアが唯一開けられてないんですよ。そこぐらいしか思いつかへん。で、まあこれが一応エレベーターで上に行ってると仮定すればね。ちゃうかな。まあ行ってみようか。これどう？やっぱり！ナイス！ナイス！え、なにこれ？あ、あ、なんか音楽鳴ってる、なんか音楽鳴ってる。え、なんの音楽？こっちいけんのこれ？いけへんのか？ここ登れへんの？あ、ここも登れへんねや。なんであっちだけ音楽鳴ってんのやろ？ん？あ、に、肉まん？え？どういうこと？え、ちょっと待って。え、いらんねんけど別に。俺な、肉まんに会いに来たってこと？
はい、皆さん、ですね、全部回収しようと思ったらですね、えらい時間がかかってしまい、日が変わっております。で、次私が取ってないものがどうやらここにあるということで、ここは学校なんですけれどもですね、学校の裏世界というか、なんというかですね、あのベッドに寝て赤くなった世界ですね、赤いスライムが落ちてた世界、ここにランプが落ちてたんですよ。このランプがここのどうやら右側に行けるらしいんで、ちょっとわからないんですけど行ってみましょうか。二段ジャンプを使えば行けるっていうことなんですけど、あーこんなとこわかりっこないやん。こんなんさ、どうやってえ、ごめんなさい、やっぱり調べて正解でしたね。調べて正解でした。これはまあどうやらまだ、あ、これは何、え、あ、なんか入ってるよ。あ、金も、はい、これかくれんぼしてんの、あ、違う、窓付きかな、これ窓付きかもしれん。え、こっちは行けへんの、あ、これ来るんじゃん、手すり、釣りおくんじゃん、これ来る音してるんじゃん、これ、ほら右側から、あ、あ、行けるよ。え、なんで、あれなんで行けんの、え、何もしてこうへんな、めっちゃ暑そうやな、お前、なにこれ、え、なんでここに座ってへんかった女の子、あれ、これは知らないぞ俺、あ、ここにあるやん、これ何、ん、あれ、あ、俺これ知らんわ、え、これだ、何、2周目じゃないと来れへんってこと、ここは、え、どこに出てくんの、うわ、え、な、なになに、なんかマインドコントロールしようとしてる、もしかして、あ、なんなんこれ、いや、ごめんなさい、ウイルスですよね、もうウイルスだ、あれちょっとびっくりしたね、あれ多分ずっと見たら頭痛くなってくるでしょうね。もしかしたらなんかシャシとか治るんじゃん、シャシとか治るっていうのはおかしい話ですけどね。まあまだあるみたいなんですよ、皆さん、私が見てないものが、それをまた回収しに行こうと思います。言うてもね、あと数個だけやったんで、あの調べる手間は省けましたけどね。はい、で次はここなんですけど、どうやらここにもですね、まだ私が知らないところがあるということで、それはですね、この釣りしてはるおじさんいるよね、この釣りのおじさんのところを二段ジャンプするらしい。はい、来ました、肉まんでーす。で、これで肉まんをっていうか、肉まんはどのマップにもいるらしいよ。私はどれぐらい見つけてんのかわからへんけど、まあこいつはね、傘を見つけないとまず来れないところですから、まあ見つけられてなかったですね、もちろんね。さらにはこの後にもですね、私がまだ取ってない設定資料というか、設定資料じゃないな、資料があったっていうことなんで、まあ、それも取りに行きたいと思いますね。おっしゃ、見つけた、ここも取ってなかったね。これはなんかあの向こうの方に行った女の子がね、なんかあの勉強してるというか、見ないでよみたいな感じにしてる、そういった鉛筆半島に行けるところなんですが、まあこれでとにかくここも大丈夫でね。はい、今のですでした。すごい残酷な感じもしますが、まあ、右の下で今実績解除しましたよね。はい、なんかこの病気の人ですか、こいつもですか、病気の人を殺してしまうっていう、そういう、あ、こいつや、こいつのやつだけなんかアイテム押してるぞ、これじゃない、これや、まあこれが欲しかったんですね。はい、で右の人を倒した必要はなかったんですけど、あとどうやらここら辺にも家があって、ここや、ここにおなじみ肉まんね、これ肉まんがいると。これで私は、あ、ドリームレイヤーズって書いてるね、全部の肉まんをゲットしましたね。はい、肉まんを各世界にいるということなんですが、まだあの日記はね、完全に修復というか書ききれてないですけれども、これでこの世界というか、まあ、この街は終わりですね。あとはここですね、ここでまた私が取れていないものがあるということですんで、まあなんかこの追いかけられてる途中しかね、アイテムは出てこないらしいんですけど、まあ、そこを一個取り逃したんで、それが終われば、一応私の日記は完成するということみたいなんですよね。こことか取った？これちゃうか？あれ違う？え、ここ光ってない？これ
こう下光ってるよな。え、これじゃないの。あ、取れるやん。よし、ナイスナイス。よしよしよし、これ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 、はい、はい、夢から覚めまーす。で、探してください。よし、では早速見てみましょう。完成した日記ですね。ここら辺はもう前回から埋まってたところですが、はい、埋まってません。この子誰なんでしょうか。あ、この右側はちょっとよくわからないですが、まだ空いてますね。うん、この子でも綺麗な感じですね。可愛い子ですね、非常に。で、ここら辺はまあ大丈夫でした。で、うん、増えてるも減ってもないもんね、もちろんね。ここ増えたね。右側、包丁を持っている女の子ですね、これ主人公。多分あれは、あ、この右側も増えてるね。よかったよかった。これは多分倒したからでしょう、あのちょっと病気みたいな人、こうね。で、この右側の人は、取ったやつですね。ベッドの下にあったやつですね。あとは、ゴミ箱ちゃんが増えてますね。彼ね、名前を一応チ・トクトくんっていうらしいですね。はい、チ・トクトくんっていう。あ、なんかドア増えてる。あれ何なんでしょう。あ、そっか、俺行ってなかったからか。なんか2周目で行けたよな、あの手すり、すり、すりよさんな。あ、この右のやつもね、これなんていう名前やったかな。学校にいたやつなんですけど、あの筆でね、自分で目っていう漢字と目書いたやつね。あ、この右側の傘のなんていうの持ってるこの主人公っていうの、これも初めてですね。まあこれは結構拾って、あ、この左側、え、これ見えへんかった。目つむってんのか。目つむってるバージョンも手に入りましたね。だからこの右の2ページと、さらにはこの手前のところですよね、ここらへん、この子の横やな。この子なんか変わんのか分からへんけど、これ多分あれやと思うね、鉛筆半島の女の子やと思うね。私の見ないでよって言うてる感じの。そうか、なんかありそうやな。さあ、てなわけで日記は全部埋まってはいませんけれども、ここにお邪魔したいと思います。これ最後のとこですね。あの追いかけられっぱなしで何もできなかったっていうマップなんですけど、あのここを全然見られてなかったから普通に見ていきたい。ん？ここ入れる？普通に、ん？ん？ん？ 何？急になんか、あれ？こんなんやったっけか。ここら辺なんかね、エレベーターに俺入ったと思うねんけど、ね、エレベーターの右側とか見てなかったと思うね。ここのこの右側とか。なんか、ん？違うか。この右側なんかここ、ん？え？なんでチンって言った？なんでチンって言った？びっくりした。え？なんで俺押した？え、押してないよな。こことか。あ、入れる。ん？あ、これや。ここや。これ。ここの箱の中に、設定資料があって、これで埋まるらしいけどね。で、これが何なんやろって話なんだけど、うるさ。どうやら、このなんか3つあるメスマークみたいな。なんかオスメスのね、メスマーク。これを、あの、クラゲ5体を集めた後に、これにこうやって触ると、ピーンって今言うたけど、まあ、多分、クラゲ集めてへんかって言わへんねやと思うのね。で、今のをしとくことによって、まあ、夢日記の中で一番有名と言っても過言ではないキャラクターの、キャラクターの場所っていうかな、なんて言えばいいんでしょうね、キャラクターと会えるらしいんですよ。まあ、これはね、私も原作で知っているキャラクターですんで、ぜひ皆さんと一緒に見たいなと思ってますね。とにかくこれでエレベーターに上がると、はい、上がってきました。したらば、言うてる前に俺追いかけられると思うのよな。はい、来ました。追いかけられるよね。この追いかけられるのはもう仕方ないのよ。で、これ追いかけられてる最中にどうやら行けるところがあるらしくって、あとこれも編集してて分かったけど、影を見れば意外と避けやすいんじゃないかなと思ってんのよな。やっぱそうよな。なんか屋上に出てくるのよな、これな。この屋上に出てきた時に左下にすぐに向かう。ここらへん違う？あった。まずあこになんかある。これ取らして。違う、これ取りたいよ俺。よし、オッケー、ナイス。取った取った、取って、取った、よし、ナイス、取った。で、さらに先ほど落ちた効果があって、このメスマークのところ、ここに行けるようになってるみたいなんですよ。ここにも行ってみましょう。これが今回の一番のミソ、皆様に見せたいと言っている場所です。宇宙船、その名も宇宙船って言うんですよ。これはもうこの向こう側にいるこの人の名前を覚えている人は多いんではないかと思うんですね。いやー、どんな格好してんのやろ、楽しみ。見てないんですよ。入りました。知ってますか皆さん。彼の正式な名前は知らないよ。でも彼の名前はみんなが知っている名前ですね。その名もセンチメンタル小室マイケル坂本ダダ先生って言うんですよ。あの、非常に言いにくい名前でしょ。で、ちょっと待って、ちょっと待って。 OK、 なんもないな、なんもないな。 OK、 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 OK。
これ、ね、いやほんまにこれ知ってる人はねこれね感動するんじゃない、これセンチメンタル小室マイケル坂本ダダ先生。あ、ここなんかある、これ何、あ、あ、これルシッドドリームスって書いてるよ。何これ、なんかできんのこれ、え、おしゃべりかけていいんかな、っていうか鍵盤長すぎひん、にしてその使用量。これちなみにセンチメンタル、ん、え、な、やれって、え、そんなん俺あるかな、いや、もう違うみたいな、もう違うみたいな、やめてくださいよ。え、そんなんないと思うんだけど、ドゥンドゥンドゥンっていうのを続ければいいってことか、これもしかして。お、開いた、あ、なるほどな、俺に続けてお前を奏でろと、俺の真似をするんじゃなく、さすがセコムマサダ先生。いや、これ略してセコムマサダ先生って言うんですけどね。なにこれ、なんなん、ここ何すんの、なんでここ開けてくれたん、あ、これかベッドちゃうのこれ、ザ・ドリーム・ゴーゾン、そこに寝る面積の無駄遣いやな。ね、ちょっと待って、ちょっと待って、何これ、新しい、え、エンディング、あ、これもう一個のエンディングっていうことなん、やったん、あれ、これは良かったですね。だからあの黒い影に追いかけられるのではなくて、こういう風にして終わることもできたんだ。はぁ。まあでも一応ね、1個目のエンディングっていうのは、夢から覚めるっていうか、まあ覚めた後にドアから出ていくっていう、まあいろんな意味でこうね、覚めるっていう感じのことやと思うんですけど、だけど、これはこれで、どういうことなんでしょうね。もう、夢の中で生活するっていう感じなんかな。まあでもすごいな、やっぱこの曲いいよね、うん、まあ、よかったっすね。はい、ということで、夢日記見てみましょう。はい、行きましたね、 FF100% コレクション 100% 夢 100%。 まあこれ見ましょう、どうなってるのか一体ね。最後の最後に出てきてくれるんじゃないかな、セコムマサダ先生。多分ね、写真とかあるんじゃないかな。まあこれ埋まった後、まあでも俺はやっぱこの曲が一番好きかな。あのピアノの音色も好きですけど、やっぱこれには勝てないっすよね。すごいいいと思うんだけど、これ卒業式とかでもうみんな卒業式のなんかアンケートみたいなんで、これ流してくださいって言えばもう、あ、お、増えてる、あ、なるほどな、ウボアな、ウボアっていうみたいなんですけど、こいつがこのウボアってやつ増えましたね。あとはここら辺は続いぶん大丈夫やったよな、うん、ここら辺も見たもんな。あと最後かな、じゃあ最後だけちゃう、あ、増えてる、あ、なるほど、黒い影と、ほんで先生や、これで完璧に夢日記を仕上げたということになるわけだ。はあ、よかったな。いやー、まあこれで夢日記も終わりっていうことですか、ドリームダイアリーね。やっぱりでもね、知ったやつ出てきたらな、本家っていうかやりたいなっていう気もしたりしますけどね。まあ皆さんもこのゲーム持ってるのか持ってないのかわからないですけれどもね、本家の作品はまあ無料ですんで、これ出られたりせへんの、出んな、無理なんや、なるほどね。まあもうぜひやってみていただきたいなと思います。まあ今回はエンディング、新しいエンディング見れてよかったですね。それの回収とさらに夢日記の 100% 達成というところを達成できたんで、これにて終わろうと思います。そしてこのシリーズもね、終わろうと思います。本日ここまで、最後までご視聴いただきまして本当に誠にありがとうございました。よろしければまた違ったシリーズもね、ご覧いただければと思います。お疲れ様です。